こんにちは、孝太郎です。今日はですね、実践報告と、質問についていただきましたので、これを回答していきます。こんにちは、お世話になっております。Y です。動画を見ながら、日々少しずつ取り組んでおります。これはですね、あれですね、姿勢を自分で改善していくっていう、オンライン講座ですね。オンライン講座というか、姿勢のスクールですね。で、自分で解消していくっていう内容を学んでいくやつなんですけども、それの実践ですね。で、当初は肩甲骨のストレッチをしたら筋肉痛になっていましたが、最近はそれよりも肩甲骨周りの可動性を感じています。素晴らしいですね。また、理想の姿勢は壁に5点がくっつく姿勢ということで、私は背中が反りすぎて、手を入れてもスカスカの状態でしたが、ね、チェック方法があるんですね。で、最近では反り具合が軽減されているような気がします。いいですね。そして、最近の、一番の大きな変化は、足を組むのが不快に感じるようになってきたことです。ああ、これはね、ありますね。今までは椅子に座れば足を組むのが普通でしたが、最近では足を組むと体がなんだか落ち着かない感じです。おそらく姿勢が良い方向に正しくなっているのではないかと思います。いいですね。そう、左右のバランスがね、整っているっていう状態が自然と分かるようになると、それ以外の体勢を取った時になんかあれおかしいなみたいな感じがすごく感じるんですよね。人間の体ってよくできてまして、例えば靴下を片っぽだけ履いて片っぽを履かないとしますよね。例えば片っぽは二重履きして片っぽは一重履きてか普通に1枚だけ履くっていう風にして歩いた時とかも、大した厚みじゃないのに全然こうなんかすっごい傾いて感じるんですよね。気持ち悪いぐらいなんですけど、こういうのがこう塵も積もればっていうかですね、塵積もでほんとこうぼちぼち来るんですね。素晴らしいと思います。で、以上が報告で、これからが本題の質問になります。一言で言うと、理想の姿勢で歌うといい声が出るかです。まだまだ姿勢、壁に反った時、背中が反っている状態なのですが、それをとりあえず手を入れて引っかかる状態で維持し、ちょっとこう体幹とかにグッとこう力を入れて骨盤を回転させるんですよね。で、維持して、声を出してみました。すると出しにくいと。で、なんとかこの状態でも声は出ないものかと試行錯誤をしていましたら、ある時すごく楽に声が出た時がありました。この Y さんは、今、声楽を学ばれてるんですね、学校で。で、ということで、こう、いろいろこう、声の出し方とかかなり研究されてるんですね。で、そんなに力を入れてないのに、とてもボリューミーな声で、自分の体を離れて、しかも響いて伸びやかな声が出ているという感じがしました。これ、感じるのはすごく大事なんですよね。素晴らしいです。これが理想の声ではないかなと思いました。理想の姿勢で初め声が出しにくかったのは、今までの力みが問題であったと思います。今までかなり力んで声を出していたということですよね。というわけで、理想の姿勢で楽に出せる声が良い声ではないかと仮説を立てていました。いかがでしょうか?というのが、今回の質問になります。で、結論から言うと、OK。結論イコール、OK。終了っていう、なんだこの前振りはって感じですけども、すごいいい状態だと思います。で、要はですね、この、力んでる状態ってのが普通になってるわけですね。今まで。力んでいるのが普通の状態なんですよね。例えばその今回の Y さんは、反り腰っていう状態があるんですね。反り腰っていうのは胸をすごくグッと張った状態で、背中がこうなんか湾曲してるんですよね。へその裏の、あたりの空間がですね、こうギューッとこう反ってる感じなんですね。で、こうすごい若い女性とか、あとこう体幹がちょっと弱い方とかにすごく多い姿勢なんですよね。こうあと姿勢を良くしなきゃいけないって思ってる人とかが結構多いんですよね。反り腰、これ反り腰って調べるとなんとなく分かります。すぐいっぱい出てきますね。反り腰っていうのは、へその裏のあたり
が、湾曲、まあ、していて、腰椎って言って、まあ、腰の骨ですよね。あの根っこの方です。あの骨盤とかにブスッと刺さってるところら辺に近いところですね。腰椎に過度な負担がかかった状態で、あの若い女性や、まあ、体幹がちょっと弱い人に多いとか、あとは姿勢を、正しく美しくしなきゃと思って頑張っているにすごく多いですね。まあ、私も昔反り腰だったんですよね。立ってる時は、ね、座ってる時はあの猫背だったんですけど、あので、特に私指揮者をやってたので、姿勢良くしなきゃとか思ってたんですよね。その時にこう、まあ、背中反らせるんですけど、まあ、胸も張って背中反らせるんですけど、めちゃめちゃ腰痛くなるんですよね。なんか反り腰の状態っていうのは、まあ、あんまりこう楽な状態ではないですね。で、これが力んでいるのが普通の状態になってたわけですね。そうすると声も同じです。で、反り腰の状態で、出すのに適した発声をしていたわけですよね。で、そういうわけなんですよね。こう喉の状態とか、そういう感じですよね。そしたらそれがですね、反り腰が改善してきたのに、なんですかね、改善前の発声法、まあ、発声をしていた。改善前のように、筋肉を、まあ、声帯とか声帯などを使って発声をしていたっていう感じですね。改善してきているのに、喉がなんかこう昔のような感覚でこう出しているから、なんか変だぞっていう、歌いにくいぞみたいな感じなんですね。で、体は楽になってるんですよ。体は楽を、楽な感覚を覚えつつある。覚えた。まあ、覚えつつあるわけですよね。脱力した状態が一番楽だし、力、パワー出るよね、みたいな感じのことが分かるようになってきたわけですよね、体の方は。なんだけども、その声帯の方も、サクッとそうなればいいんですけども、声を出すイコール結構思い込みがあるんですよね。こう思い込みっていうか、まあ、習慣ですよね。まあ、習慣とか癖とか、まあ、こういうのにかなり関係してるんですけども、で、これがですね、楽な状態を体が覚えてきたわけですよね。そうするとですね、声を出すときに、なんかこう、負荷がかかると、なんか、嫌だぞ。っていう感覚が育ってきたわけですよね。この体が楽な感覚っていうのを覚えたので、なんか余計な力が入ると、なんか、なんか嫌だなみたいな感じが、なんとなく分かってきてるわけですよね。そうすると、声を出すときにも筋肉使うんで、なんか負荷かかってるぞみたいな、なんか大変なことしてるぞみたいな感じが育ってくるんですよね。これ知らず。で、そうするとですね、こうなると、今まで力んで声を出していたことに気づいてしまうんですよね。そうすると、今度気づいちゃうんで、力を入れたくないって思ってしまうわけですよね。なんか力入れると不自然だなっていうのが分かっちゃってると力入れたくねえなとか思っちゃうんですね。そうすると今までのように歌えなくなるわけですね。で、そのバランスを探すのに
なんかこう、まあ、体の中でですけども、まあ、なんか調整が必要になるっていう話なんですね。でこれよくあります。ため息の練習とかしてる人とかも結構あるんですよね。他の方の例だと、ため息声、まずですね、他の方の例っていうんですけども、どういう感じかというと、まあ、喉に負荷がかかる声の出し方をしていた人がいるんですね。で、この人が、ため息声の練習をしたわけですね。した。そうすると、脱力して声を出す、で、ことを、が、出せることが分かったんですよね。で、そうすると、その日はね、すっごく上手くなるんですよ。その日は、歌がすごく上手くなるんですよね。おー、やったーみたいな感じなんですけども、そうするとですね、今度、で、じゃあ、ちょっとため息完璧にしといてくださいとか言って、こう練習していただきますよね。そうするとですね、1週間とか2週間とか経って、もう一回レッスンするとですね、1、2週間後に、のレッスンの時に、下手になってるんですよ。なんでやねんって感じですよね。下手になってるんですよね。歌いに行くみたいな感じ。で、それはなんでかって言ったら、この上の話と一緒です。力んでいる状の理由ですね。力んでいる状態が分かるようになったんで、なったんですよね。なった。だから、力を入れたくないと思ってしまったわけですね。そうすると、今までのように歌えない。って話になって、新しい脱力しながら歌う方法を模索しなければならなくなる。なった。っていうのが原因で、こう、なんかこう、次の時に下手になってるわけですね。で、ここを踏まえた上で、でも戻れないんですよ。もう力が入れると気持ち悪いってことは分かっちゃったんで。前の歌い方には戻れないんですよね。もう力入っちゃう。なんか気持ち悪いから。だから、新しい歌い方を模索していくしかなくなる。っていう感じで、ちょっとこう歌いにくくなる時期っていうのが期間が出ます。これは多くの場合で。で、最終的にはそっちが慣れてきて、非常にこう声が全くこうガラッと変わる瞬間がまた現れるんですけども、それが面白いんですよね。というわけで、今回の、質問に関してはもうほぼご名答って感じで素晴らしい考察だと思います。理想の姿勢で最初声が出にくかったのは、今まで力んでいたから、なんですね。力んでいた状態ってのが気持ち悪いっていうのが気づいちゃったからなんですね。だから出しにくいんですよ。で、これが抜けてきた。抜けた瞬間があった。なんで出たんだろうみたいなね。のをこうちゃんとこう観察してあげるとですね、もう非常にですね、体とか意識とかから変わってきますし、進化がすごく加速しますので、ぜひですね、この調子で頑張っていただければなというふうに思います。というわけで、今回は、報告と質問について、お話しいたしました。Y さんですね、ありがとうございました。では失礼いたします。